ニーノの盆踊りは、長野県下稲群が南町のニーノ地区に伝わる、盆踊り、夏祭り。1998年に、ニーノの盆踊りとして指定された国の重要無形民族文化財である。この祭りの起源は明らかでないが、1529年に、追行員が建立された際、祝いに来た、三河国振草村の村人による踊りを見て、 ニーノの住民にも盆踊りが定着したと記録が残っている。現在の形になる前は、アラボンの家の庭先で、親類縁者や村人らが精霊を慰めるための踊りをして回っていたと言われている。毎年8月14日から16日にかけて、夜9時から翌朝6時まで夜通し行われ、8月第4土曜には、裏盆会が開催される。 東西約1キロメートルの通りが踊りの輪となり、中ほどの鹿見様前に矢倉が組まれる。三味線、太鼓、笛などの楽器は使わず、櫓上の音取りの音頭出しと踊り子の返しの声だけで踊りが進められる。曲目は、センス踊りの救いさ、音度、おさまじんく、お山、手踊りの高い山、十六、のとの七つで、 元は12から3種類の踊りがあったが、1927年に柳田国男の指導で特徴のある7種類に整理された。各日の最初は、救いさが踊られる。能登が踊られるのは、踊り神送りの時のみである。16日の夕方には、神霊の家に飾られていた灯籠が、櫓の周りに集められ、最後の夜の盆踊りが行われる。精霊送りは夜中に行われるが、 それが済むと盆踊りを踊ることができなくなるとされているため踊り手たちが精霊送りを明け方まで引き伸ばすのが習わしである。踊り神送りは、しか様前で御嶽行者の先立ちで和さんが唱えられる。灯籠の行列が組まれ、西の大使堂前で和さんが唱えられ、それが終わると空砲が放たれる。 東に向きを変えた行列が、しかみさま前を通り過ぎると踊りを止めなければならない、しきたりであるため、踊り手たちは、行列を阻もうと小さな輪を作って踊り続ける。このやりとりが、祭りのクライマックスである。踊り手も列に加わり、かつての村坂近くの、随行院の馬頭館ゼオンの石踏みのある広場まで、行くと、霧子道路が積み重ねられ、行者がくじを切り、 立ちを抜いて道切りの式が行われる。灯籠に火が灯され、踊りの参加者は、秋歌を歌いながら、後ろを振り向かずもと来た道を帰る。ありがとうございます。